FRB が長期金利見通しを強化する中、金は下落というタイトルでございまして、ただですね、先日の動画で取り上げたようにですね、来年末には2500ドルに到達するんじゃないのと言っているアナリストの方もですね、いらっしゃいますので、売り時。売り時のすけです。本日は金の話題ということで、日本時間の9月21日午前3時に、米国の政策金利が発表されましたので、そちらの発表と FRB のタカ派的な姿勢というところが、金価格へどう影響したのかを、海外ニュースを交えてご紹介していきます。売り時で月に100万円以上の利益が出ている買取店が増えてきてます。今なら買取集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント。詳しくはコメント欄から。それでは本日ご紹介するニュースがこちらです。 FRB が長期金利見通しを強化する中、金は下落というタイトルでございまして、CNBC さんの記事ですね。中身をご紹介していくんですけれども、FRB はですね、9月21日の午前3時に金利を据え置いたんですけれども、更新された四半期の予測では、年内にもう一度金利を引き上げ、2024年までは引き締めが維持される可能性があることを示しましたと。続いてですね、FRB が金利に対するタカ派的姿勢を強めたことを受けて、米ドルと米国債利回りが上昇したことが重しとなり、金相場は下落幅を拡大したというふうに記載があります。ちょっとこちら補足になるんですけれども、 FRB の金利に対するタカ派的な姿勢というところにつきましてはですね、 FRB 幹部が示した2024年の利下げの回数の見通しが2回に減ったというところがタカ派的だよねというふうに受け止められまして、米金利の上昇ペースが急加速いたしました。米ドルがですね、上昇したよっていうのは、こちら見ていただければと思うんですけれども、こちらドルインデックスのところですね。9月19日対比で考えるとぐんと伸びているのがこのグラフで分かっていただけるかなと思います。合わせてドル建ての金価格の推移グラフ、こちらですね。グラフはですね、9月の1日からのグラフの表示にしておるんですけれども、直近ここ21日のところですね、非常に大きく下落しているのが分かっていただけるかなと思います。9月の14日、15日、18日とですね、先日の動画でも、ご紹介させていただいた内容で一気に金価格上がっていったんですけれども、それを吹き飛ばすほどのですね、下落幅というところになっております。日本における価格はどうなるのかっていうところなんですけれども、撮影しているのがですね、9月21日でございますので、こちらの数字を受けての結果っていうのは明日の朝9時半頃に田中金属さんが発表すると思うんですが、おそらくですね、下がるというふうに私は考えております。なぜそう予想するのかっていうところになるんですけれども、日本の金価格に関しましては、ドル建ての金価格っていうところと、あとはドル円ですね、もちろん関係いたしますと。ドル建ての金価格っていうところは、先ほどお伝えした通り下がっている、急落しているという状況です。一方でドル円はどうなんですかっていうところなんですけれども、グラフがこちらでございます。21日っていうところで見ますと 147.9950 ということで、ほぼほぼ148円というところになっておるんですけれども、円安は加速しているというような状況でございます。そういった状況なんですけれども、ドル建ての金価格の下落幅とこの円安の加速具合っていうところをですね、相対的に考えたときに、9月22日朝時点の日本円での金価格っていうところで考えますと、ドル建ての金価格の下落の方が下落幅が大きい状態かと思いますので、おそらく直近のですね、国内の金価格っていうのは下落するのかなと思います。なんでこの円安が加速したのっていうところなんですけど、ドルが強くなりましたよと、ドル高になりましたよっていうところなんですが、具体的にはですね、 FRB の幹部がですね、示した2024年の利下げの回数の見通しっていうのが2回に減っておりまして、こちらの発言がですね、タカ派的な姿勢だというふうに市場から受け止められ、米国の金利の上昇ペースが急加速しましたと。で、その結果ですね、日米の金利差っていうところが拡大したので、円安に拍車をかけたということになります。一方でですね、こういった形で急激に円安方向に進むという場合にはですね、円買いドル売りの介入などですねが入って、ドル円っていうところを調整するような動きが全然入ると思いますので、ちょっとここの為替につきましては調整期間に入るんじゃないかなというふうに私は思っております。足元金価格は下落するんじゃないかっていうふうに私はお伝えさせていただいたんですけれども、海外ニュースの中でもご紹介があるんですが、こちらですね。金現物の下落はこれまでのところ FOMC 後の限定的なものにとどまっている。地銀の強気派は、米国の利下げは最終的には来るよという FRB の議長のパウエル氏の言葉にしがみついているようだということでございまして、つまりはですね、これまでの傾向的に見るとですね、米国の政策金利の発表直後っていうところは、やっぱり金の価格っていうのは下がる傾向にあるよということが記載されております。一方でちょっとこう皮肉のような内容になっておるんですけれども、2024年には利下げをすると。で、ただそれは2回に減ったというところなんですけれども、その利下げのタイミングで金の価格がまた上昇するんだっていうふうに見込んでいる人たちが、その言葉にしがみついているようだよねということで、記事内では語られておるというところでございます。ただですね、先日の動画で取り上げたようにですね、来年末には2500ドルに到達するんじゃないのと言っているアナリストの方もですね、いらっしゃいますので、このあたりはですね、今
後の動きに要注目かなというところでございます。私個人的にはですね、直近のこのおそらく下落すると思っているんですけれども、ここの下落でですね売ってしまわずにですね、あと1年ぐらいは持っておいて2500ドルになるのを見ておいた方がいいんじゃないのかななんて思うんですけれども、ぜひですね皆さんのご意見というところをコメント欄にてぜひいただければと思います。ということでですね、このチャンネルでは引き続き金に関する情報をお届けしてまいりますので、この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いいたします。それではまた、広がれニュース。